フレームズは2006年のアニメ映画カーズ及び2011年の続編カーズ2のスピンオフ映画でありフレームズ3部作の1作目であるカーズシリーズを制作したピクサーアニメーションスタジオは本作に関与しておらずディズニートゥーンスタジオが手掛けている当初はビデオ映画となる予定であったがウォルトディズニーピクチャーズ配給で劇場公開されることとなった 2013年8月9日にディズニーデジタル 3D およびリールディ 3D 形式で公開された。小さな町に暮らす農薬散布機のダスティには、いつか飛行機レースに参加するという夢があった。しかしその夢を叶えるには、二つの問題があった。一つは、ダスティがレース向けの飛行機ではないこと。もう一つは、彼自身が高所恐怖症であることだった。 それでもダスティは、ベテラン航空機スキッパーの力を借りながら、自らの夢を叶えるべく、勇気を持って大空へと挑む。世界一周レースのレーサー、関係者、ジョリー・レンチ隊のメンバーその他の登場人物、ピストン・ピーク国立公園レスキュー隊のメンバーピストン、ピーク国立公園関係者その他の登場人物、ピクサーは制作に関与していないが、 ピクサー及びモルトディズニーアニメーションスタジオのチーフクリエイティブオフィサーでカーズ及びカーズ2の監督であるジョン・ラセターが制作葬式を務めている。2011年8月20日の D23 エキスポでジョン・クライアーが主人公のダスティの声を務めることが発表された。しかしながらクライアーは後に降板しデイン・クックが公認となった。クライアーの声を クックのものに取り直したティザー予告編は2013年2月27日に公開された。アニメーション制作はティンカーベルのアニメーションを手掛けた CG 制作会社プラナスタジオが担当した。当初北米ではオリジナルビデオとして2013年秋に発売し、ヨーロッパでは劇場公開予定であったが、ディズニーは後に北米でも劇場公開することに決定した。 オリジナルビデオの予定だったものが劇場公開になった例としては、ダグ・エス・ファースト・ムービー、ティガー・ムービー・プーさんの贈り物がある。またディズニー・トゥーン・スタジオの映画が北米で劇場公開されるのは、熊ノプーさん・ザ・ムービー、はじめまして、ランピー、以来である。プレミア上映は2013年8月2日に、ウィスコンシン州オシコ州で開かれる EAA。 エアーベンチャーをしっこし行われた。吹き替え版で、スキッパーレイリー役は、石田太郎が務めたが、2013年9月に死去した、ため、本作が遺作となる。2013年8月9日時点で、ロッテントマトズでは51件のレビューで、支持率は25%となっている。またメタクレティックでは23件のレビューで、過重平均値は37、100となっている。 ディズニーインタラクティブは本作を原作としたコンピュータゲームディズニーズ・プレーンズを2013年8月6日に発売する。プラットフォームは米国の Wii U、Wii、Nintendo 3DS、Nintendo DS である。日本では光 TV ゲームから配信された。第2作プレーンズにファイヤーレスキューが2014年7月19日に日本、米同時公開。 舞台がレースから山岳レスキュー活動に場を移し、ダスティがレスキューの資格を取るまでが描かれる。トイザラス、ベビーザラスで関連商品を購入した人にカーズショートムービー、闘牛士、メーター、メーターザスタントカーの配信カードがプレゼントされた。プレーンズにファイアーレスキューに関するカテゴリー。ありがとうございます。